ね、確かに。教官ってこのポジションどこが多いと思う？まだずれてる？キャンディーありがとう。もしかして下手？上手が多いかな、じゃあ。上手多い気がしてきた。ラブレターありがとう。まあね、ずっとこういう最近出てるので、公演の感想とかね、きょうちゃんかわいいよーって話をしましょう。マシュマロありがとう。初キョッピー楽しみましょう。いっぱい喋ろうな。キャンディーマシュマロありがとう。きょうちゃんたくさん見れました。嬉しい。また見に来てね。マシュマロありがとう。小判ありがとう。この前下手なんだけど、ずっときょうちゃんしか追ってないので、どっち側が多くても大丈夫。これですよ、みんな。これです。きょうちゃんの前部分はあれです。ゲームです。今日やばい。くるみさんがね、バリギリギリまでやってて、めっちゃおもろかった。めっちゃギリ攻めてました。きょうちゃんのインスピレーション懐かしい。キャンディーありがとう。もちろんゲームです。今日もやってました。今日ね、移動中ね、アンズ以外4人ともやってた。サックも京香もリーナもくるみちゃんもやってたのに、アンズは入れてくれへんのよ。どうしたらいい？めっちゃ勧誘してるんやけど、あかんねん。まあでもね、これ招待送ったらハートもらえるから、違う、コインもらえるから、一生ね、アンズのおかげでコインが増えるという。やっぱ友達探すのめんどくさいっす。アンズに送っとこっかな。これ探すのめっちゃめんどくて 気をつけないと他の人に送ったら気まずい。いや、気まずい気まずい。どこアンズ？そう、どこにいてもね、そう、ずっと見てくれてたら絶対に目合うからです。送りまいよ。いいな、ルシファー欲しい。そう、この前もろいじゃなかったです。せーのでもなかったです。ホワイトモカキョピカツと公園でめっちゃ元気出た。よかった。また来てね。そう、今日のアンテナ見た？一番メイク時間かけてる。今日がめっちゃ長い。逆サイドでも目合うからほんまに気をつけて。違うとこ見てたらマジでバレますよ。今違うとこ見てるやんってなってるから気をつけて。サイリウムありがとう。だってさ、悲しいもん。遠くやだけど見た時に目合わへんかったら、あれ？あれ？きょうちゃん以外見てるんや。そうなんや。ってなっちゃうから、気をつけて。制服のね、来てねー。もうそう、あ、そう、今日鬼やったんですよ。めっちゃ楽しかった。キャン
キャンディありがとう。聞こして。今日は、今日ちょっとシンプルに気分じゃないかも。なんかたまに前もあったんですけど、あ、いいよいいよみたいな日もあるんですけど、今日はすいません気分じゃないです。アイメイク可愛い。ほんまにメイクちょっとどうにかしたい。早く垢抜けたい。あとありがとう。そう、アンズバリ追いかけたった最初に。めっちゃ楽しかった。その悲鳴聞こえてきた、あれ面白い、キャーみたいな言ってたで、あの人おもろすぎて、今日かも、あの叫びながら追いかけて、うわーって楽しかった。マシュマロありがとう。でね、なんか動画みたいなね、あ、てか昨日あれ見ました、じゃんけん大会のやつ。今日かな、見ました。まあ内容は見てください。マシュマロありがとう。ちょっと X 書きますね。愛のホログラムはやった分のポジションだから E、K、2、今日3つ目です。もう1以上かっこよかった、嬉しい。また見に来てください。数ヶ月前のキョウちゃんも可愛いけど、今日のキョウちゃんもガチ可愛い、嬉しい。今日も可愛いだった、ありがとう。また来てね、ラブだよ。そう、アンズの悲鳴でした。マシュマロありがとう。楽しかった、楽しかった。ねえ、きょうちゃんが鬼してるの気づいたっていうか、うわ、今日きょうちゃんだってなりましたね。文字でか、制服の目。今日は何の絵文字にしよっかな。え、これめっちゃ合格キスやん、これにしよう。今年40回目迎えそう。え、早っ。そう、ガチ追いかけっこ楽しかった、めっちゃ楽しかった。今日も爆撃状況ちゃんだった、嬉しい。また見に来てね。2年前の京ちゃんも可愛くて好き。ちょっと2年前の京ちゃんさすがにやばい、さすがに。マシュマロありがとう。めっちゃ合格キスっぽい絵文字見つけたからつけました。絶対アンズ追うと思った、ほんまに心に決めてた。2年前のキョウちゃんさすがに好きすぎる。いや、ほんまに、今日もどうもでしたね、最善。前髪短い。ドレッドヘアツボ、ほんまに三つ編みって聞いて、え、ドレッドって思って。
違うかったっす。え、ドレッド、なんか三つ編みって聞いたらさ、なんかすぐになんか思い浮かんじゃった。これってもしかしてラッパーってこと？やめときます。声出しすぎて持たんかと思った。またいっぱい声出しに行くね。声出していこうぜ。京ちゃん推しでよかったと感じました。嬉しい。またいっぱい見に来てね。いつだって可愛くて大好き。優しくて大好き。初日の合格キスのメガネめっちゃいいやつじゃなかった？え、覚えてない。覚えてないな。ね、なんか伝わってないやろうなと思ったら、ほんまに伝わってなかった。そりゃそうか。ハートありがとう。なんかさ、まつげめっちゃ短くて悲しいよ。ハートありがとう。そう、パーカー姿だよ。声出していこうぜ。どの写真にしよっかな。今日あんま写真撮ってなくて悲しい。マシュマロありがとう。これマジでおもろ。なんでギリギリまでつむつむしてんの。マジでおもろすぎ。どういうこと。今日のメガネどんなやったっけ。なんか割と太めな気がした。細いやつもあるからね。マシュマロ音符ハートありがとう。9割だいぶや。キョッピーにハートしたらキョッピーもしてくれてありがとうございました。こちらこそ。またハート作りに来てください。マシュマロありがとう。え、ツムちょっとハマったら抜けれなくなります。気をつけて。なんかもう四六時中え、ツムツムしたいってなっちゃう。弱いんですけどね。でこのつむつむ弱い強い話になるといつもあれつむつむってそういうゲームやったっけってなるんですけど、そういうやつではないと思います。結婚してちょっと今日は気分じゃないので、気分が乗らない日は無理だな。ハートありがとうね。ありがとうね。でつむつむハマる、一生ハマる。ね、でも11期めっちゃハマってて嬉しい。めっちゃ嬉しい。なんか自分の好きなものをみんなに言ったらみんな始めてくれて、しっかりハマってるのが嬉しい。これからも一緒にたくさんつむつむしたいと思います。なんであんずちゃんはつむつむしてくれないのか教えてください。セレクトボックスよりもプレミアムボックスが良きよ。プレミアムボックス、え、ルシファーおる方やな。キャンディーありがとう。アイコ続きそう。そうなんよ、めっちゃアイコ続くね、リーナと。なんかもう楽しいから毎回ぶっつけ本番でじゃんけんしてるねんけど、リーナめっちゃかぶる。めっちゃアイコになる気がする、リーナとじゃんけんしたら。シンデレラ、え、めっちゃ強いんじゃないシンデレラって。でも結構マリーちゃん使い勝手よくて好き。え、今日さちょっと私の写真見た人いる。あれ何ポーズしてるか分かる？あれ当ててほしいな。え、明日って雨とか？キョピちゃんの笑顔パフォも素敵、嬉しい。キョウちゃん推しになってね。何ポーズでしょうか。サックと一緒にやってたの。明日雨やんな、やっぱり。え、やばい、分かっちゃった。偏頭痛です、最悪。え、ガチやん。
嫌です。何してると思った。え、これですよ、つむ。え、可愛くない、つむってました。え、雨の日わかったわ。今めっちゃ急に頭痛くなって、絶対雨やと思ったらほんまに雨でした。もうマジで嫌だ。あ、でも夜は雨じゃないんや。なるほどね。じゃあそれなりの動きしようと。そう、つむつむポーズしてた。かわいいでしょ。なんかいつもサクと隣にいたらなんか変わったポーズしたくなっちゃって、で、あの終演後のやつはあのあれです、今日はモニの誕生日だから猫ちゃんポーズしました。そう、リーナもつむやらしました。リーナも入れてくれたから。見て、ここに携帯置いたらめっちゃ目がキュルって見える。眩しいから嫌やけど、これにしようかな。今ちなみに X の写真選んでます。ほんまに人と写真撮らなさすぎる、やばい。ねえねえ、今日はねココハちゃんがあの写真撮ってくださいって来てくれて嬉しかったです。マシュマロハートありがとう。なので X に載せたいと思います。ココハです。え、ブログってまだ上がってない？もしかして。ココハー、ココハーと写真を撮りました。え、ブログってまだ色白い。え、ほんまですか？よかった。雨が降るから作物育つし晴れがまた気持ち。うわ、これだ、アンサーです。これがこれですよ。そうなんですよ、雨は嫌いだけどあの作物が育つしあの晴れた日に嬉しい気持ちになる、これです。ちゃんと先輩してて可愛いしてます。マシュマロありがとう、ハートありがとう。ね、テンションめっちゃ高いなって思ってた。楽しそう、体力えぐい、嬉しい。きょうちゃんに染まってください。ハートありがとう、キャンディーありがとう。マジ、まああの出したのでそのうち上がると思います。かわいい、かわいい、かわち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 い。え、わかる、雨上がった後の空気の澄んでる感じがめっちゃ好き。今日は雨は好きじゃないけどな。だけど雨上がりってめっちゃうわ、むずこれでいいか。なんかめっちゃ視界が良くなるから、まあ、それだけは許す。サイリームありがとう。まあでも Twitter もね今からね載せたいと思います。まあそう、この合格キスの絵文字見てほしい。めっちゃ合格キスよこれ。プルプルトリッピー、あぶね、トリッピー、お疲れ様でしょ。やばい、もうお休みの時間だ。今日は3つか。
マシュマロハートありがとう。マシュマロありがとう。トリッピー、トリッピー、トリッピー、トリッピー。マシュマロありがとう。キャンディーありがとう。お、週末晴れ、ナイス。それナイスやな。確かにポジティブにいきましょう。こういう人が周りにいると素敵ですね。かわいい。マジでよろしくな。ワンツースリーフォー。めっちゃよくないですよ。使おう許可。かっけえ。ハートありがとう。気温上がんの？やった。寒い格好買っちゃったから。え？ああ、びっくりした。ハートありがとう。明日は大丈夫大丈夫。みんなあの最近の楽しかった出来事を教えて。雨の日限定のパレード、え、そうなの？ならありですね。20度、ええ、やりすぎなのでは。それはさ、寒暖差があれだから、ちょっとやりすぎ、なんか徐々にっていうことはできひんのかな。天気って、お天気さんってさ、急に寒くしたりさ、暑くしたりさ。明日立ち最善だからキュッピーコール届ける、ありがとう、見ててね。ドスキャピボンジュール。ドスキャピボンジュール、聞いたことあるな。なんかな、今日の公演嬉しい。え、ね、ちょ、調節下手っぴすぎる。そんなところもまとめてアイスことはできないです、すみませんでした。ダンス誰よりも音と当ててすごく好き、嬉しい。うわ、そう、感想のダンスバリ好きなんですよ。あのくるくる回るやつね。ね、無能。すべて幻、振り向くなんて私らしくないわ、まだ別れたくない。ガチやん。金曜日19度、おーおーおーおお、いいね。が、楽しかったのくら寿司で初めて課金ガチャ、え、あるような、なんか倍率上がるやつじゃない。公演と公演前にいい買い物できた。わ、買い物ね、確かにお買い物大事かも。へえ、マシュマロありがとう。息飲んでました、嬉しい。全て幻、振り向くなんて私らしくないわ。お、ツイッター上がった、早っ。ま、みんなツイッターが上がりました。いいねとコメント待ってます。みんなコメントしてね。息の仕方忘れた。嬉しい、かわいい。うん、なんか今日な、漏れへんかってん。あ、そう、このあれ見て、絵文字めっちゃ合格キスじゃない。なんか黒板やし、あの、そう、ツイッターね。見てね、見てね。あ、そう、これ大好き、この絵文字大好き。
もろもろしてきました、ありがとう。そしてね、今日はねめちゃめちゃ可愛いものをいただきました。プレゼントが届いてたんですけど、まず、はい、篠原京香様へお手紙ありがとう。いつもたくさん嬉しいことを書いてくれるお手紙ありがとうございます。読みました、もうすでに嬉しかったです。さーみ、恐れ多くてできない、いつもしてくれてる。めっちゃ合格キスな感じ。寒い。三寒四温と言って暖かい寒いを繰り返してだんだん暖かくなる。そういうこと、迷惑それ迷惑、あったかでいいよ。そろそろ書く季節ですかね、待ってるよ。あとね、お洋服めっちゃかわいい。じゃじゃじゃ、伝わるかな、見てください、ブラウスです。わー、参加しようんだね、ようんじゃなかった参加しよう、覚えた、オッケーオッケー。そう、じゃじゃん、わー、こんな感じのなんか春っぽいブラウスです。ありがとうございます、ブログ上がりました、よかった、見てくださいみんな。で、中のインナーも入ってました、ありがとうございます。セットということですね。袋から出しちゃったから、めっちゃ春って感じのブラウス、ありがとうございます。春になったら来ます、もうすぐ春は来てます、いやもう春です、三寒四温です、四温です、スケスケですわしっかりめの服、しっかりめの服、しっかりしてない服ってなんだ、小春日和ん、なんか19年生きてきてても分かんない言葉って多いですよね。三寒四温です。確かに、え、今さ最悪じゃない、花粉飛んでて寒くて雨も降るし、なんかいいことなくない、どうしたらいい、まあ、別に今日花粉症じゃないからいいけど、花粉症の人を敵に回してみました。僕花粉症じゃないから別にいいんですけどね、襟がついてるやつ、ああね、確かに、でもなんかいろんなのを着る、なんかリズリサ行ってマーキュリーデュオも行って、でマーキュリーデュオのお姉さんが、あの結構いろんな系統着られる感じですかみたいな言われて、もう確かにって思った。だってリズリサとマーキュリーデュオさ一気に行く人ってあんまおらんくない、多分。わーわー、めっちゃスンスンで変換しちゃった、ハートありがとうね。花粉飛んでて寒いとかいいことないやん。はい、花粉症のあなたを敵に回しました、僕は花粉症じゃないです。マーキュリー可愛い服多いね、今日がもうマーキュリーデュオ姉さんになりたいのでちょっと頑張ります。キャンディーありがとう。え、そう、そこで、ね、ちょっとそう自分でもちょっと紙袋持ってて、なんか結構その日なんかかっこいい感じの服装してたから、リズレサ行くのって恥ずかしかった。スンスンいますスンスンいます、スンスン、しかも足組んでる、スンスン足組んでます、花見したい、え、わかるわかる、お花見したい、お花見っていうかピクニックしたい、ほんまに気分転換したくて。キャンディーマシュマロありがとう、ブログありがとう、こちらこそ見てくれてありがとう。今日何年も境から離れてた知人が公園見に来てくれて、キョッピーよかったって言った、え、嬉しい、ぜひ一緒に会いに来てください。タリーズの後にスタバ行くみたいな、それはちゃうなごめん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 ご
回黙ろう。花粉症は急になる。うち今日からなんか一生分の花粉症患ったことあるんですよ、小学校の時に。マジ一生分の花粉を患ってたから、もう多分もう一生花粉症にならないです。あとインフルもね、小学校の時に一回なったから、多分もう一生ならないですね。違ったか。そんなことないよ、ごめん。バラありがとう。マーキュリーデュオ見たけど似合いそう。ほんまに嬉しい、めっちゃ可愛い。あとね、今日はセブンでお買い物してきました。はい、まず1個目、リップクリーム。私なんかね、最近めっちゃ唇乾燥しちゃって来ました。今日のセブンでの購入品紹介。あともう一個めっちゃ目玉商品があるから、ちょっと待ってて。マーキュリーディオ姉さん絶対いける。え、嬉しい、ちょっと頑張ります。信用できる、ありがたい。リップクリームです。なんか最近すごい唇が乾燥しちゃうので、うるうるにしたいと思います。あともう一個、もうめっちゃいいものを紹介してあげる。これずっとみんなに教えてあげたくて、めっちゃいいものあります。めっちゃいいもの、めっちゃいいやつあるんですよ。え、何やと思う？これ紹介したらやめようかな。今日頑張ってお風呂入りましたから、助かります、よかった。めっちゃいいものです。ちなみにめっちゃいいもの、めっちゃいいです、ほんまに。いきます、正解はこちらです。え、これ使ったことあります？じゃん、めっちゃいいんですよ。ファインヒートリセットナイト、分からんけど、ほんまに分からんけど、なんかめっちゃいい気がしてる。めっちゃいい気がしてます、これ。分からんけどな。入浴剤です。これめっちゃいい、めっちゃいいです。持ち越したくない疲れ冷え性に、めっちゃいいんですよこれ。多分ね、なんか疲れが取れる気がする。今日だからこれ使って寝たいと思います。これで疲れを取って明日も頑張りたいと思います。姫、最近我々にいろいろと情報共有してくれて嬉しいです。そう、秘密主義な京ちゃん、最近いろいろ教えてます。イエーイ、疲れ癒したいと思います。そう、今日はこの入浴剤があるから、ちょっと頑張ってお風呂浸かります。そう、ミステリアスキャラやったけど、まあ正直、まあ、こんなきょうちゃんの10分の1も知れてないと言っても過言ではない。それは言い過ぎ、結構何でも知ってると思います。きょうちゃん分かりやすいからな。え、そう、そういえばミステリアスキャラやってたんですよね。え、これめっちゃでもなんか匂いが強い。なんか一回使ってほしい。一回使ってみて、強いからめっちゃ。ちょ、頑張ってお風呂入ります。これ終わったらお風呂溜めて浸かりたいと思います。そうです、一生きょうちゃんはミステリアスです。ミステリアスキャラ。そうです、もっとね、このミステリアスなきょうちゃんもっと知りたいと思った方、ぜひトーク会で待ってます。握手会とかトーク会やったら、なんか1対1やから、なんか
普段絶対教えへんことも教えました。例えば香水とか、香水ね多分1回ぐらい答えたことある。1回だけ多分聞かれたことがあって、ひょちゃんって結局香水何使ってんのって言われた。あ、うんだよって言いました。ちなみに配信やったら教えません。え、興味ないでしょ。まずじゃ分からないんですよ。あとありがとう。じゃあね、あの香水が知りたかった皆さん、ぜひトーク会に来てください。ほんまにでも香水知りたいってだけでトーク会来たらめっちゃおもろいけど。そうなんですよ。多分ね、一回だけ答えたことない気がする。ハートありがとう。ワンツースリーフォーファイシックセブンエイト。ヘイ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 。じゃん。ハートありがとう。香水のお裾分けありがとう。いいよ。結構東海でいろいろ聞いちゃうと思うので先に謝っときます。ごめん。え、全然いいよ。全然何でも教えまっちゅ。何でも聞いてね。公演楽しかったですね。みんな今日も楽しんでもらえましたかね。あと47分か。トーク会で緊張するのやめてきます。まだ緊張する？え、でも嬉しい。なんか教科に、え、ちょっと知りたい。みんなってさ、教科と喋るの緊張する？緊張してたら嬉しい。なんかそんな存在なんやって。もう別にその緊張せずにフランクに話してくれるのも嬉しいけど、いつもの倍以上楽しかった。よかった。また来てね。いつもキョピミ知り。緊張してる。嬉しいよ。たまにめっちゃ余裕そうな人おる。神様と話すときって緊張するでしょ。神様と喋ったことないからな。緊張してる。ほんまに。嬉しいですね。なんか教官にそんなこと思ってくれてるんやって。まるまる一回話さないか。マジで一生忘れへんわ。面白かったのに、ね、びっくりした。今日めっちゃ動揺して、ええみたいな思ってた。めっちゃ面白かった。緊張してたってことね。礼前でなったもん。確かに。え、わかる。
乗るといける、わかる。そうなんですよ、シャーシャンとお話しする時もなんか一回一日空いてリセットされたらちょっと緊張しちゃうんですよ。一回喋ったらいけるんですけど、なんか朝なんか一回会ってはいさよならして、じゃあまた次の日とかやったとしたらなんかその一言目って緊張する。握手会で一言も話さずに顔だけ見て帰ってきた。喋らんかった。そう、ルンルンでスキップしてきてください。キョッピーレーンは別にスキップしてもいいから。だからみんなスキップしてください。どうもで終わりそう。喋ろ、わかる。でも緊張する。なんか今日がいつもねなんかドキドキしちゃう。キャンディーありがとう。恥ずかしくてなんか公演の時とかなんかストレッチの時とかちょっと見られへんのよね。やばくない？めっちゃおもろくない？小走り待ってる。小走りか、じゃあスキップで。小走りも結構おもろいけど、みんなでスキップしてきてください。スキップか、じゃあムーンウォークね。わかるわ。でも推しメンと会う時って緊張するな。だからその一日その1個目はめっちゃ緊張するけど2回目いい顔は結構喋れるみたいな感じかな。想定スキップ待ってます。レーン出るときニヤニヤしてるの見られるの恥ずかしいです。でも今日がめっちゃニヤニヤしちゃうから多分自分がもし行ってたらめっちゃニヤニヤしてると思う、一人で。手振ってほぼ終わったのね、懐かしい。聞こえして、ちょっと今日はね目がかゆいというか、 なんか目がゴロゴロするから無理出す無理出す。マシュマロありがとう。マシュマロありがとう。まだ今日月曜日だからもういける、いけるよ。月火水木と5日間ぐらい練習できます。やばい、目めっちゃ痛い。ニヤニヤしちゃうよな、今日かもね。めっちゃニヤニヤしちゃう。なんかニヤニヤだけでなんか収まらなくてなんかクーみたいな言っちゃう。なんかねバイバイするときにペン握ってくれて嬉しかったけど、かクーって言ってた。誰だと思う？目ゴロゴロ花粉症やない？違う、絶対に違う。絶対に今日は花粉症じゃないから、あの多分勝手にゴミが入ってるかなんかなだけで花粉症ではないです。絶対に僕は絶対に花粉症じゃないです。これ認めたら負けでしょ、花粉症って。レインボースターありがとう。何時にやめよう？そろそろやめます。やっぱお風呂入るのめんどくなっちゃうから早めにやめます。何時からやったっけ？マシュマロありがとう。何時から始めてる今日って？いちご食べたい。マシュマロハートありがとう。あと8分で1時間。じゃああと8分でやめよう。
ハートありがとう。きょうちゃんどんな雰囲気？きょうちゃんレーンってどんな雰囲気？和気あいあいと、和気あいあいと、ルンルンと、マシュマロレインボースターギアルギアルギアル、ありがとうございます。ハートありがとう。ギアルギアルギアル、うわ、いちごあんにん始まるよな、めっちゃ楽しみ。あんにんさ、あれ結構強いかな。まあ別にあんにんいいけど、どんな感じかなとは思いまちゅ。寒い。え、全然敬語じゃなくていいよ。マシュマロありがとう。もっとフランクで、鋼タイプの使い手ちょっとわからんっすねちょっとわからんっすね。マシュマロありがとう、うん、寒い。でもこの入浴剤使うの楽しみ。さすがにね、今日はお風呂つかりたいと思います。英語話せんってうん、さあめっちゃ一回さ、外国とか行ってみてさ、自分がどれだけ、うん、なんか喋れるか過ごせるかちょっと気になる。どんだけの能力を自分は持っているのかちょっと気になる。ダルマハートありがとう。可愛いのでお気をつけよう。そういうことです。マンキュー好き、嬉しいです。うちも好きです。頑張ります。ハートありがとう。未完成の人生はね、ゆっくりお話できるの楽しみです。みんな今回もたくさん始めますし、でできるかな。やばい、今日眠いかも。でもね、昨日早めに寝た。マンキュー好きすぎた。え、嬉しい。チャイナツーショットしか言ってないから緊張する。懐かしい。いっぱいお話しようね。初制服の目楽しかった、ありがとう。自分の意思じゃなく、レインボースターありがとう。ギアルギアルギアル、キャンディーありがとう。27分、オッケー。キャンディーありがとう。アイホローかっこいいだった、嬉しい。マシュマロありがとう。喧嘩しちゃった、仲良くするんだよ。お、ギアルギギアルギギギアル、ありがとう。ギアルギギアルギギギアルギギギギアルギギギギギアル。歌も上手くなった、嬉しい。頑張ります。歌も。次の制服の目はあれですね、19日、ゆうねさんがいるそんなに進化しません。惜しかったな。ギギギアルまでが、ギギギギアル、ギギギギアル、ギギ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 ギアル。え、待って、みんなさ、連続でギって言ってみて、ギって10回言ってみて。絶対無理やから、ギギ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 ギ、絶対無理やから。あ、ギギアル、ギギアル、ギギギアル、ありがとう。でもギって連続でバリ言いにくい。ギアル、ギギアル、ギギアル、ギギギギアル。きょうちゃんと同い年。まあ可愛いけど、はいいな、お姉ちゃんの評価。女の子の兄弟欲しかったなって思うけど、まあ僕絶対に末っ子じゃないと嫌なので結構です。
え、でもお姉ちゃん、優しいお姉ちゃんとかちょっとおってほしいなって。お姉ちゃん、お兄ちゃんでいいや。学生時代全くメガネしてない、あのお家でしか外ですることは全然ないです。マシュマロハートありがとう。そう思うと滑舌よくてさ、え、ほんまに？影響が全然滑舌よくないで。多分。まあ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 って感じ。え、そう。私がお姉ちゃんとしていっぱい甘やかすわ。任せて。やった。やった。やったやった。優しい甘やかしてくれる。お姉ちゃんは欲しい。え、でもなんか昔年下なんか妹が弟欲しいなってちょっと思ってたけど、結構です。やっぱね、京香は末っ子がいい。一生末っ子で、甘やかされて生きていきたいです。よろしくお願いします。評価って絶対になんか末っ子しか無理やし、私なんか兄弟多いのもちょっと無理かもしれない。やっていけへんかも。でね、きょうちゃんは絶対に末っ子なんです。いや、ほんまに末っ子でよかったって思います。やだ、だってなんか下の子がおったら下の子の方が可愛がられるかもしれへんよ。そんなの嫌です。やだ、ね、今日か絶対に自分が一番下じゃないと無理だ。兄弟わからん、自分が一番下やからそう思うのかもしれへんけど、末っ子属性です。え、だからさっくんも絶対末っ子やからやで。今日かさっくんと一緒みたいなこと言う思うもん。そう、兄に守られ系ネキです。さっくんのメンヘラとどちらが上か、マジ同じぐらいだと思います。キャンディーありがとう。いつからこうなったんだろう。いつからこうなったんだろうかね。え、今日笑ったらさ、お前になる。短すぎる。リーナ真ん中って言ってたよな。だからね、リーナはあれなんですよ、年下末っ子やけど、その地域の中ではだけど、なんかしっかりしてるなって思うけど、お家ではお姉さんやからかって思いました。なんか一緒に過ごしてると、実年齢よりもなんかその兄弟とかの関係の方がなんか年上年下感出るなって思う。あとありがとう。アンズはだからお姉ちゃんでしょ、だからお姉ちゃんって感じ、お姉ちゃんって感じする。アンズは、うん、あ、べこべ逆ってこと。でもさっくは末っ子だけど、たまになんかねしっかりしてる、なんて言ったらいいんやろ、なんか、あ、お姉さんだってなる時がある。なんか一番なんか自分がガキ自分が一番キッズやんって思っちゃう。なんかちょっと悲しくなる。マジでもうみんなごめんって思うぐらい自分って子供やなって思う。え、みんな思ってるかな、もしかして。え、きょうちゃんってなんであんなにお年上なのにガキなんて思われてるかも。え、もう29分早っ。しきょうちゃんマジお姉さんになれなくて、ジェイキーの中でもなんか結構一番自分がガキなのではって思います。
どうなんやろ。絶対お姉さんではない。絶対にお姉さんではない。11期の中って誰が一番お姉さんなんやろ。でもゆねちゃんはね、ちゃんとね、大人です。ゆねちゃんはちゃんと大人だからお姉さん。マジお姉さん。もう11期マジゆねちゃんがいてよかった。ゆねちゃんおらんかったらどうなってただろう。自分が一番上とか絶対無理。絶対に無理。なんかもうやっぱそのことしか考えてなかったもん。初めてみんなと会った時にゆねちゃんが最後に来たから、あのこのままでは自分が最年長になる、やばいやばいと思ってたら、明らかに年上っぽい人が入ってきたから、来たこれってなってました。しっかりしてるよ。おね、大人です。そんなとこが魅力でもある。優しい。結婚して。地球でバブなのでまだ無理です。まだバブなのでね、無理です。バブだから。バブえっ来たこれえ、マジきょうちゃんの頭の中、あ、来たこれってなってました。そう、最初に見たのがリーナやったから、あ、この子知ってると思って、中学生だ、中学生の子だって思ってた。来たこれゆね来たこれってなってたしいな。なんかリーナとめっちゃ喋った記憶がある。え、何歳みたいな。え、どこなのみたいな話した気がする。懐かしいですね、あの時。なんか春やったっていうのがめっちゃいい。なんかえ、ゆねちゃんに話したことあるっけ。そう、覚えてないの。え、でも言ってた。なんかもうその時点ですでに、あ、ゆきさんだ。すでに、やばいみたいな。このままやったら、やばい、今日かって、もしかして最年長みたいな話をみんなとしてて、やばいやばいってなった時に、ゆんちゃんが入ってきて、リーナと、おやみたいな、なったような気がする。え、年上っぽくないみたいな。え、そうそうそう、出会いの季節に合ってる。なんか、始まりの季節。なんか、ちょうど4月っていうのが、いいなって思う。始まる感あるやん。なんか40歳になっても3歳児扱いしたい。無理あるそれは無理ある。ハートありがとう。そう、もう2年、5年後のきょうちゃんは何歳になってるだろう。25歳ですね25ですね。え、そう、なんかその時はね、めっちゃ年上に見えた。ちゃんと大人のオーラ出てた。メガネかけてた気がする。だから大人っぽかったね。ちょっとあとなんか服装とかの雰囲気で、なんか絶対に高校生とかではなさそうと思ったから、年上だなって思いました。寒い。そう、やっぱ服装とかでわかる。服装落ち着いてるやん。なんかだから大人っぽかった。言うて20歳とかやったでしょ、その時。21?20歳。小判ハートありがとう。そう、なんとなく年わかる。え、だから明らかに自分が一番上やろうなって思ってた、ゆねちゃんが来るまで。はあ、うん、大学生と高校生ってなんか全然違う。え、だけど今日があんま高校生、なんか高校生の時とあんま変わってない気がして。え、今日かって今大人っぽくなってますか。え、今日ちゃんってさ、今さ何歳に見える。え、結構実年齢かな。
大人っぽくなってる？何学部ですか？適当です。あ、適当です。学部は適当です。あと、ありがとう。あ、なってる？なんかたまに17歳の時とかの方が大人っぽく見える写真があるんですよ。もあるんですよ。だからなんか年齢、実年齢にしか見えへんかなっての。大人っぽく見える派なのか下に見える派なのかどっちかなって思ってる。キャンディーありがとう。じゃあコンタクト取りたい、目いたい。そろそろ終わりますね。さすがにお風呂ためないとあかんから。じゃあもう終わります今日は。はい、じゃあランキング見ます。13位うさぎ、12位きょうちゃん、11位きょうちゃん、10位いちご、9位星、8位きょうちゃん、7位きょうちゃん、6位きょうちゃん、5位きょうちゃん、4位ハンギョドン、3位ペナロペ、2位アニバーサリー、1位社交ダンス。ありがとうございました。そう、意外とバブです。ありがとうございました。今日は制服の前公演ありがとうございました。お風呂溜めていきたいと思います。今日は頑張ります。じゃあ花粉症大事にね。花粉症じゃないんで、そこだけは気をつけてください。今日花粉症じゃないんで気をつけてください。じゃあ明日、愛を君に、愛を僕に、公演よろしくお願いします。じゃあ、ね、この最強な入浴剤使いたいと思います。あ、X 投稿したのでいいねとコメント待ってます。で、ブログもね、更新したのでみんな見てください。認めない、認めねえよ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。声の感想も場面で返信するね。ありがとう。プレゼントもお手紙もありがとうね。おやすみなさい。バイバイ。みんなバイバイ。みんなバイバイ。みんなおやすみ。明日は絶対パッツンにするから前髪切ります。今日だけ、あ、そう、今日は着てみたけどどうやった結局。なんかその感想聞いてなかったからそれだけ教えて。今日負けてみたけどどうでした？まだ終わらんのかいと思いましたか。すいませんね。パッツン、まあ、そう、長かったから負けてみたんですけどどうですか。え、みんなまだおる？どうですか。僕的には本当に今日の髪型気に入っていないです。なんか巻きすぎた。脇が好き。ほんまに？よかった。やっぱこっちでだねみたいな。なった？かわいい？あ、かわいい。じゃあいっか。あ、じゃあいっか、じゃあいっか。だけどちょっとやっぱ今はまだパッツンの方が気に入ってるから、もうほんまに、いや、もう飽きた、無理ってなるまでパッツンにしたいと思います。じゃあ明日はパッツン、絶対パッツンで出るから、もし時間なかったらもう公演前に切るぐらいの勢いでいきたいと思います。じゃあバイバイ。切ります。本当におやすみなさい。